こんにちは。AI 音声合成ソフトでもこんなに滑らかにお話できるよ。すごいでしょ。東京都許可局長、今日急遽休暇許可取り。はい、今聞いてもらいました。ほぼ人が話してるようですが、これは文字を入力しただけで作り出した IP スピーチというフリーの AI 音声合成ソフトです。はい、文字を入力するだけで人と区別がつかないほど、あのアニメの声優のような声でですね、文言に応じた感情豊かな表現をしてくれます。何よりもクオリティの高さに驚きですよね。さらにこれから使える音声合成モデルがどんどん増えるようですし、将来的に自前の音源を使用して音声合成モデルを、作り共有するようなこともできるようになりそうですね。はい、ワクワクします。はい、まあ、こんな、IBIS スピーチなんですけども、これがどんなソフトでどんな特徴があるのか、実際に使いながら検証していこうと思います。はい、では IBIS スピーチとはどのようなものかですね。サイトの方を見ていきますと、はい、IBIS スピーチですね。ここからダウンロードしてインストールしていくんですけども、簡単に感情豊かな合成音声を使え、無料の音声合成ソフトウェアだよってことですね。で、Windows、Mac 両方使えますというところで、あとは、そうですね、個人、法人、商用を問わず、基本的にクレジット不要で自由に使えますよってありがたい話ですね。はい、そんなところですね。で、いろいろ、英単語とか、ここら辺の固有名詞混じりの文も、読み間違わずに自然に読み上げることができますというところですね。同じこのサービス内ですね、IBIS Hub などで配布されている音声合成モデルや IBIS Builder などで自作した音声合成モデルをインストールすれば、好きなだけ、いろんな、話者ですね、いろんな話者を追加して、そのキャラクターに話をさせることができるというところですね。この下行くと IBIS Hub っていうのがあって、ここから、モデルを探してですね、好きなキャラクターに話をさせることができるってことですね。ここからモデルをダウンロードできますよっていうところと、IBIS Builder っていうんですね。こちらは自分でそのモデルを作るって方ですね。こちらまだ一般に向けて開発中ですよっていうことですが、またこれも、近い未来にできるようなところですね。現在開発中となっております。はい、IBIS スピーチをインストールしていこうと思います。このトップページのダウンロードボタンですね、こちらを押しまして、Windows と Mac を選びますので、Windows で、インストーラー版と ZIP 版ですね、インストーラー版推奨ということで、こちらを押してダウンロードしていこうと思います。はい、で、ダウンロードできましたらですね、Exe ファイルを実行しまして、はい、で、セットアップウィザードですね、こちら次行ってきまして、開始していきます。はい。このソフトを使用するユーザーですね。現在のユーザーか、すべてのユーザーか選択できますので、私の場合はすべてのユーザーを選択して、次のボタンを押します。続いて、インストール先のフォルダですね。変更する場合はですね、パスの方を指定していただきまして、次のボタンを押します。はい。これでインストールボタンを押せば、インストールが開始されます。はい。これで完了ボタンを押して、完了です。はい、立ち上がりましたら、これアンエリっていうキャラクターかな、まず一番最初にデフォルトに入ってるんですけども、このキャラクターでスタイルっていうものですかね、これが6つありますね。ノーマル、通常、テンション高め、落ち着き、上機嫌、怒り、悲しみ、ちょっとずつこう話し方のテンションがこう変わったりするので、はい、これも選択していけるということですね。はい、じゃあここに文字を入力していきまして、で、これで再生してあげれば、もう再生されますね。私は、アンエリと申します。よろしくね。はい。だいぶ、自然な話し方ですよね。素晴らしいと思います。で、これを、ここでプラスにしていけばですね、この行数をまたどんどん増やしていけるんですけども、例えばこれですね。はい、複数行ですね。早口言葉みたいなものを入れてですね、やっていくんですけど、例えばこれを早口させたいよってことで、和速。これを、2とかにするんですけども、これ注意が必要なんですけども、これ今、この行の、この言葉だけ和速が2になってですね、これこっち側にすると和速が0になってっていうのは、これ1語ずつ、パラメータの方設定できますので、全体に反映させたいって場合は、これコントロールを押して、こう全部選択するとですね、青く選択されますので、これで和速を2っていう風にしてあげれば、全部の和速が2になりますね。はい。
これ一つずつスタイルも変更できるんですね。テンション高めとかっていうので、なんで一個ずつ変えることもできるし、全部同じようにスタイルを、テンション高めっていう風な形にしてあげることもできますね。これでマックス和速が速くなりますので、一回どれぐらい速いか試してみましょう。はい。東京ドキドキドキと東京都休暇許可取り。赤巻き紙、青巻き紙、黄巻き紙。ちょっと和速これだと速すぎますね。速すぎて何言ってるか分からない。一点。これぐらいにしとこうか。はい。東京ドキドキドキ東京都休暇許可取り。赤巻き紙、青巻き紙、黄巻き紙。暴走車掌、車窓清掃中。山下社長、腹痛中、腹痛シチュー作る。桃にものもの、負け物のものだけど、その飲み物、お店のもの。すごい滑舌いいですね。はい。あまりに早すぎると、聞き取れないぐらいのレベルのスピードにできるってことですね。ちょっとそこら辺は驚きですが。はい。はい。あとはこれを保存するときですね。ここの右の欄のところに保存コーナーがあるんですけども、これ選択したものだけを保存する場合。すべてをこう別々ですね。これ別々で一音一音で別々で保存する場合。これ音声を全部つなげて書き出す場合っていう風に3種類あるんですけども、保存する場所ですね。これわざわざ毎回保存する場所を聞かれるのめんどくさいなっていう時にはですね、この設定でオプションですね。で、書き出し先を固定するっていうことで、ここで書き出し先のですね、フォルダを指定しておいてもらえればですね、ここで書き出した時にですね、全部書き出しっていうところを押すと、はい、ここで書き出しましたということですね、表示されますので、フォルダを見てみますと、はい、このような形でですね、全部別々で一個ずつ書き出されました。で、これを聞いてみますと、東京都許可局長、今日急遽休暇許可取り。はい、こんな感じでですね、ウェーブファイルが作成されました。では続いて他の合成音声モデルの追加の方法ですね。こちらの方をしていこうと思います。まずはこちらの設定の、音声合成モデルの管理っていうところですね。で、ここの音声合成モデルを探すっていうところを押しますと、IBIS Hub の、サイトの方に飛んできました。で、このアンエリはもともと入ってるやつですね。で、こういろいろあるんですけども、このスタイルがまだ複数あるやつが少ないですね。こうやって見ていくと。またこれから増えてくるのかなって思うんですけども。例えばこのふみふみですね。ここのボタンを押せばサンプルが聞けます。はじめまして。仲良くなれたら嬉しいな。はい。まずはこちらのライセンスの方を確認していただきまして、ACML1.0 って言いますね。大体はこれになってるんですけども、中身を確認してから使用していただくようにお願いします。まあ、こちらはですね、商用利用も可能だよっていうライセンスですね。で、一方ですね、所有利用が不可だよっていうライセンスもありますね。この ACMLNC、ノットコマーシャルでしたかね。ACMLNC1.0 ですね。こちらノットコマーシャルっていうことで、所有利用ができませんよっていうことが書いてありますので、それぞれですね、それぞれ、ライセンスが、異なってきますので、そこを確認して、大丈夫そうだったら、ダウンロードしてください。はい。ダウンロードすると AIVMX っていう拡張子のですね、ファイルがダウンロードされます。これを所定の位置に置いておきまして、で、今度はですね、先ほどの画面から、今度はインストールって方のボタンを押していきまして、ファイルからインストールですね。で、ここのファイルの指定のところで、先ほどのファイルを選択します。で、インストールを押しますと、インストールが開始されます。はい。で、音声合成モデルが正常にインストールされました。というふうに出ますので、ここを閉じると、先ほどのですね、ふみふみがインストールされました。はじめまして。仲良くなれたら嬉しいな。これでですね、元に戻しますと、ここでふみふみが選択できるようになりました。はい。このような形でこういろいろ入れていけばですね、複数選択できるようになります。はい。で、スタイルがいくつかあるキャラクターに関してはですね、こうやってこの中のスタイルどれに選択するかっていうことで出てくるようになりますね。グッドボタンとチャンネル登録よろしくね。続いては感情表現ですね。まずは記号だけでどれだけ感情を変えられるか、コントロールできるか確認していこうと思います。まずはこのカンタンフっていうんですね、びっくりマーク、これがどれだけ表現が変わるかやっていこうと思います。一番上はまあそのままですね、何もついてないバージョン。次は一つびっくりマークがついてるバージョンですね。で、このびっくりマーク数増やすと表現が変わるのか、
ちょっと違う言い方をしたら、またこれが変わるのかっていうので、これちょっと再生していこうと思います。そんなこと言うなんてひどい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 。はい、聞いてもらいました。これそれぞれ違う表現になりましたね。びっくりマークの数でもちょっとこう表現が変わるので、ここら辺のクオリティはすごいですね。はい。あの微妙なこのちょっといいとかっていうのも入れてみても、これもちょっと一個のびっくりマークとまたちょっと違った表現な、なんか微妙な違いがありましたね。はい、面白いですね。続いてはハテナマークですね。例えば文脈からして、あなたは誰ですか？って、まあ普通はこれ、ハテナマークがつきそうなところをつけてなかったバージョンですね。で、あとは、まあ、ハテナがついてない、ついてる、びっくりマーク付きのハテナ。これで行ってみようと思います。あなたは誰ですか？え、今まで勘違いしてたってこと？え、今まで勘違いしてたってこと？え、今まで勘違いしてたってこと？素晴らしいですね。はい。ハテナが入らない場合は語尾は上がらないですね。そのまま誰ですか？したってことをみたいな感じで上がらないけど、やっぱハテナが入ると、疑問形になるっていう感じですね。で、びっくりマークになるとやっぱり少し強めになる、ことが分かりました。続いてはこう伸ばしたりですね、あとは小さい文字を入れてみたり、これ小さい文字入れてもね、スピードが変わんないんで、ここばっかりはスピードを少し落としてですね、さらに、落ち着いたバージョンで、スタイル落ち着きにしてやってみたいなとか、あとはですね、顔文字っていうんですかね、顔文字を入れてみたらどう変わるかっていうので検証していこうと思います。もうね、どうする？今何してるの？マジかよ、マジかよ、とっても嬉しい、とっても嬉しい。顔文字は全く機能してないですね。はい。これは意味がないことが分かりますので、そんなところですね。まあ、ここら辺はなんとなくこうちょっと、緩い感じの喋り方にさせることもできそうです。はい。続いては英語行こうと思います。まずは再生してみようと思います。It's dangerous. So don't try out on the road. What is the most memorable experience you have had so far? Good job.はい、発音はもう本当に日本人が喋ってるっていう感じの英語ですね。で、例えばこの good job、 これはここの good、 ここで編集でですね、こうちょっとこう省略させてイントネーションをここに持ってってみたいな感じでやれば、まあ、修正することですね。これで good job、 good job みたいな感じのにちょっと調整することもできるってことですね。はい。続いてはこのパラメーターの、スタイルの強さ、テンポの緩急ですね。ここら辺をちょっと、見ていこうと思います。まずはこのそのままの言葉を聞いてもらおうと思います。そんなことができるの？すごいじゃん！すごいすごい！はい。これは今、テンション高めですね。のスタイルでやってるんですけども、このスタイルをより強く出してみようと思います。はい。再生してみます。そんなことができるの？すごいじゃん！すごいすごい！はい。なんかこうトーンが上がった感じでテンションがより高くなってるっていう感じが伝わってきますね。素晴らしいです。じゃあ続いてはこのテンポの緩急ですね。これも上げてみようと思います。そんなことができるの？すごいじゃん！すごいすごい！こう、すごい表現力が豊かになった感じしますね。これもすごい。機能ですね。はい、テンポの緩急は話す速さ、緩急の強調を調整できます。強くするとより早口で生っぽい抑揚がついた声になりますってことですね。はい、これもなかなか素晴らしい機能だと思います。その他ですね、声高いとか音量とかが開始のね、あの入りのところの調整とかっていうのもできますので、また皆さん触ってみてください。このセリフをですね、当然ですが、このキャラクターを変えればですね、同じセリフを別のキャラクターが話すことができます。そんなことができるの？すごいじゃん、すごいすごい。そんなことができるの？すごいじゃん、すごいすごい。いろんなキャラクターが、セリフを話せますので、これからどんなキャラクターの声がね増えてくるのかがすごい楽しみですね。エンディングは私、
アイリドをお話しさせていただきます。アイビススピーチは無料で使えるソフトなのはすごいですね。そのうち自分の声もサンプリングして AI 音声合成として使用できるようになりそうなので、素敵な話し声をお持ちの方はどんどん登録してもらい、みんなで使えたら面白いですね。それではまた。